iPhone16! 皆さん、買いますか？どうしますか？いや、買うべきなんですよという話を今回させていただきたいと思います。はい、どうも石原でございます。前回の動画で、まあ、WWDC 開発者会議が行われて、まあ、iOS18 とか、ね、の発表がありました。まあ、その iOS18 の、まあ、細かな機能についてはね、Apple のニュースリリース出てますので、そちらご覧に、なっていただくとして、まあ、Apple Vision Pro とかが日本で発売されて、599,800円、めっちゃ高いですよ。石原ちょっと買えませんという話を前回の動画でしました。で、今回その iOS18、チャット GPT を搭載した、まあ、AI が使えるアップルインテリジェンスという新しい機能については、ちょっと癖があるというか、かなり、iPhone のモデル限定的となっております。それがなんと iOS18 のアップルインテリジェンスが使えるモデルがですね、はい。iPhone 15 Pro、はい。iPhone 15 Pro Max、そして M1 以降を搭載した iPad と Mac で、まあ、Siri とデバイスの言語を英語に設定している場合に利用できるようになりますということになっております。なのでこれ漏れなくね、その、まあ、日本であっても15 Pro からになってくるのかなというところがあります。まあ、すなわちですね、まあ、僕が言いたいのは iPhone16 が発売されたら、iOS18 漏れなく皆さん使っていくと思うんですけども、その中でも大注目の Apple Intelligence、これを使わなければ、もはや時代遅れとも言っていい。だって僕、多分皆さん使っ、まあ、前回の動画で、チャット GPT のね、ちょっともう、はい、今iPhone16、これは2024年に発売されるであろう、iPhone16 っていう機種が、まあ今年2024年に Apple から発売されるかもしれないっていうことを今ね動画でちょっとね皆さんに共有しているんですけども、まあ、その中で、まあ、iPhone15 とかが去年2023年に発売されたので、まあその新しい iPhone についての情報発信の、まあ、ポイントとして、まあ、視聴者の皆さんにどういうことを伝えたらいいかなっていうところをちょっと箇条書きでも簡潔にまとめてください。遅いのよこれがね。前回の動画も見ていただいて。iPhone16 について視聴者に伝えるべきポイントは以下の通りです。1、リリース予想、発売時期の予想と公式発表の情報。2、デザインの変化、新しいデザインやカラーオプション。3、画面サイズとタイプ。まあ、こんな感じでもう、もうまとめていただいていたりするんですけども、まあ、前回の動画でもお伝えした通り、チャット GPT-4 オムニというの僕ね、20ドルで使ってるんですけども、多分ね、もう使ってる人も結構多いと思う。もうこの時点で。この時点でチャット GPT を使ってない方は、ちょっと使おう。早めに。うん。で、さらに今年2024年に発売予測の、ちょっと発売日と発表日後で、ね、皆さんにご紹介したいと思うんですけども、スペックなんかもね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、iPhone16 に実装されてくるんですよ。この AI 機能が。チャット GPT-4 オムニが。となると、AI をまだ使ったことないっていう方は、ちょっとね、もうもはや使うしかない。なので、僕の選択肢としては、まあ iPhone16 をもう買うべきなんですよ。もうこの2024年にもう新しい iPhone を買うべき。もうそれがもうなんていうかな、まさにもう買うべき理由。もう AI が実装される。ね、これ普通はお金かかりますから。月額でお金がかかるものが Apple Intelligence に実装されて、それが使えるのが iPhone 15 Pro、プロモデルと iPhone16。これがね、iPhone16 が、プロモデルなのか、標準モデルに実装されるのか、ちょっとそこはまだ、にわかにわからないんですけど、まあ多分、まあ、iPhone16 の標準モデルにも、これは搭載してこないと、これはがっかりなので、搭載してくるだろうなとは思っているんですけども、そこら辺のね、ちょっとリークは、僕の方でもいろいろ調べていこうとは思うんですけども、このね、AI を使った、もうライフワークというか、ライフスタイル、もうこれはね、仕事でも、
プライベートでもめちゃくちゃ大事なんですよね。 AI を使うで、 AI を使うからって AI が、この社会を、まあなんかな、もう網羅していくわけじゃなくて、その中で僕たちのオリジナルっていうのがしっかりと生きていく時代になってくると思うんで、もうそもそも AI を使っているっていうのがスタンダードになっていくんですよ。このスタンダードの時代の AI の、 AI ツールを使うスタンダードの流れに、これは2024年、これ Apple ファンとしてはね、もう乗らないといけない、これ乗らないと損なんですよね。もうだからもう買いましょう。ただ iPhone16 がをちょっとお金がねっていう方もいらっしゃると思います。これはもちろん。なのでそういう方にとっては iPhone16 買うべきなんだけども、ちょっと逃げ道というかね、逃げ道としては一世代前になる予定の iPhone15 Pro をちょっと格安で買うとか、もしくは僕のようにチャット GPT を20ドルでまあ契約するとか、もしくはね、もう、まあチャット GPT のその20ドルの契約いらないかも、まだ使ってない人アプリをインストールするっていうのから始めた方がいいかもね、うん、そういう逃げ道はあるんだけれども、ここで Apple が iPhone16 にAI のアップルインテリジェンスということでチャット GPT を組み込んできたということは、いやーもうこれはね、かなりもう超目玉、うん、Siri のアップグレードが、もうこんな感じで Siri アップグレードしてきましたけど、もうチャット GPT をこう組み込むことでポーンと突き抜けてくるんじゃないか。だから iPhone の価値というか、これね、もう Google とか Android デバイスだと、まあジェミナイかな、ジェミニ、英語でジェミナイで、日本語でジェミニっていうのかな、うん、こういうのもめちゃめちゃいいって言われてるんで、そこにまあアップルがしっかりと対抗してきたっていうとこではあるんで、まあ、どっちがいいかっていうのはこれ使ってみないとそこはもう分かんないんだけれども、この iPhone16 に関してはもう漏れなくね、僕ね、もう iPhone14、15、まあ買うべきってね、毎年言ってんじゃねえかってことになってるんですけど、いや、これでもね、今、例えば今年か、今年2024年、何を買えばいいのかってなった時に、これはね、もう iPhone15 Pro、Pro Max、だから標準モデルはちょっともうやめた方がいいかなと。うん。チャット GPT の4、オムニが使えるんだから、もう15 Pro、15 Pro Max はもうこれはもう硬い。しかも USB Type-C。ね。これがね、僕もね、めちゃめちゃ便利になって、外部出力が可能であったりもするんで。で、それじゃなかったら iPhone16 なんですね。シリーズなんですね。だから今年 iPhone14 と16で迷ってますとか、 iPhone14、iPhone15 で迷ってますっていうのはないです。iPhone15 Pro シリーズか iPhone16 をもう買うべきかなと思ってます。まあ、ただもちろんそこまで AI なんていらないよっていうね、ユーザーもいらっしゃると思いますので、まあ、僕個人的にですね、個人的にもうせっかくならね、皆さんと AI 機能こうだよ、ああだよっていうね、まあ、情報発信もしていきたいと思いますので、ぜひね、その辺も踏まえてね、iPhone16 か、どうしようかなっていうことをね、改めて再検討していただければということで、もちろん石原は iPhone16 買いますからね、どうなることやらと思いますけど、まあ、めちゃめちゃワクワクしているところでございます、ということなんですけども、で、まあ、その発売日というか、iPhone16、じゃあ、いつ出るんだよっていうところに関しまして、ちょっと皆さんにご紹介していきたいと思うんですけども、まあこれに関しましては、9月の第2週あたりに、まあ発表されて、翌週、まあ翌々週ぐらいに発売されるということがね、まあ毎年の定例になっておりますので、まあそのあたりかなと思います。で、16のラインナップですけども、16プロ、16プラス、16プロ、16プロマックスということで、4つの、モデルラインナップになって、ここら辺にね、キャプチャボタンが搭載されるのではないかと言われております。で、ディスプレイの進化も、ありますし、カメラの配置もちょっと変わってくるんじゃないかなと言われておりますので、まあ、iPhone16 にどうしようかな、いつ発売かなという方は、まあ、9月だろうということで、まあ、まずね、念頭に置いていただいて、まあ、今回話したもう AI、Apple Intelligence、まだね、もう概要だけで、その、もうなんか具体的な中身っていうのはね、もうほんと使ってみないとわかんないし、もう発売間近にならないとわかんないんで、ここはもうね、もうぜひとも皆さんに iPhone16 を買っていただくか、iPhone15 Pro、15 Pro Max を買っていただいて、Apple Intelligence をね、一緒に楽しんでいければと思います。ということで皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。